More stage. Okayama. Okayama Voice Broadcasting.井上まつりのモアステージ岡山。この番組は株式会社ライフトランス代表取締役社長井上まつりがリスナーの皆様からのお便りをもとにお届けする番組です。アシスタントの原田紗友香です。まつりさん、よろしくお願いします。お願いします。そしてプラグマガジン編集長山本です。よろしくお願いします。お願いします。最近の井上まつり氏、はい、インスタグラム情報、はい、ウォッチャーが、はい、ウォッチャーなんですけどまあ最近というよりちょっとつまあ最近かこの前あのレシオオーナーの皆さんのオーナー会というのがおそらく催されていて、それの記念写真がこうアップされてたんですけど、なんかあの海外ドラマのジャケ写のような写真がだいぶいいですね、はい、写真を撮られてだいぶ決め、あれ会場で撮ったんですか。あれマグリットさん、マグリットでやったんで、マグリットさんでそのオーナー会をやってそのままお写真も。そうです。なるほど、はい、どうでした、こうやっぱ大事ですか、オーナー会で意見交換するって。大事だと思いますよ、うん、やっぱりね。だから僕はもう常々そのレシオはやっぱりその、FC がどんどんどん参加してくると、うん、まあ、参加企業が増えるので、うん、ということはそのお客さんからするとそれ関係ないじゃないですか、うん、やっぱ相互利用がね、やっぱ店舗が増えてくると相互利用がしてくるんで、ここの店舗はこうだけどこうだよねっていう判断ってやっぱりなかなか、私はそのなんていうかな、お客様がそのストレスなく、うん、違和感なく使っていただける環境を、まあ、どう作るかっていうのがすごく大事だと思っているので、うん、まあ、お客さんからするとどこが経営してるとか関係ないじゃないですか、まあ、そうですね、一つのレシオで見るんで、まあ、どのフランチャイズでもそうでしょうけど、うん、もう今何店舗になるんですかね、でも今7かな、でこの1年で多分8店舗ぐらい増えるんで、そうですね。なんか風の噂でなんか海外進出もそろそろ視野に入れようかみたいな話も出てるたり、動いてますよね。じゃあひょっとしたらまつりさんも今パーソナルとかも新しく作られてますけど、うん、レシオのまあ、他の地域での店舗のオーナーにまだなられることもひょっとしたらあるかもしれない。そう、僕が、はい、そうですね、まあ、一応うちもちょっと、まあ、出店2店舗目狙ってるところがあるんで、うん、そうですね。なるほど。今でも結構やっぱいまだフィットネス熱っていうのはあんまり冷めてる感じがしないですね、なんか、うん、そうですね、うん、まあ、ただそれがね10年20年続くかっていうと非常に難しい部分だと思いますけど、うんうん、まあでもやはりいろんなその時代に応じた変化をしていけば、その事業って絶対伸びていくと思っているので、まあ、どこまで行ってもやはりその人間力であったりとか、まあ、そういうことだと思うんで、うんうん、なるほど。なんかね、岡山初の企業みたいなのでレシオさんの、ね、うん、プレゼンスがもっともっとなんか高まるのかなっていう気もして、そう、ね、あの写真を見て思いました、ね、うん、濃いメンバーがFC オーナーが濃いなと思って。確かに濃いですね。そうですね、まあ、だからスタッフ間ではね責任者会議とか、うん、あといろいろとミーティングしてますけど、うん、なかなかオーナーがあって集まって、まあ、個別には、ね、連絡したりとかありますけど、うん、なかなか情報共有したりとか、うん、まあ、方向性を修正したりっていうのはなかなかないんで、うんうんうん、だからまあ、それが三月に一遍なのか、はい、毎月ではなくてもやっぱり 年に何回かはああやって集まるその場所、集まる会をやっぱり定期開催した方がいいなっていうのを、まあ、僕は提案したんですけど。なるほど、はい、なるほど。いやもうね夏なんで多分フィットネスに行こうかという方もいらっしゃると思うので、ね、うそうですね、これから増えますからね、はいはい、ちょっとぜひね、レシオさんチェックしていただけたらなと思います、はいはい、じゃあ本日も参ります。まずお一人目、倉敷市20代ゆり子さん、学生さんです、うん、大学で地域活性を学ぶゼミに所属しています。倉敷駅前の再開発が行われ、マルシェやイベントなども定期的に開催はされているのですが、うん、観光客の足も戻りつつある今、再開発された部分よりも美観地区中心部の集客の方が圧倒的であることが分かります、うん、井上さんの記事を拝見して
伝統と革新、残すものの変えるべきもののバランスはおっしゃる通り重要だと思います。私はヨーロッパに短期留学していたことがあるのですが、西欧諸国では建築物を残し、住居も後世につないでいく文化があります。最近京都でも経済合理性を考えて建物の高さ制限が一部見直されましたが、私は地元である倉敷はスクラップ&ビルドよりも街の風情を景観の面でもより強力に縛り残すべきだと思いますが、お考えをお聞かせていただければ幸いです。すごくしっかりされてる。同感ですね。あ、同感ですか。うん、うん、そうですね。まあ、あの美観地区っていうのはやっぱり岡山でもね、はい、あのトップクラスのその、うんうんうん、まあ、集客というかね、インバウンドもかなりの、はい、まあ、この名前はね、はい、あの今だいぶ戻ってきてますけど、はい、やっぱりすごく重要なんで、僕はやっぱ倉敷のその町の開発っていうのは、うん、美観地区、駅から美観地区のやっぱりその動線だと思うんですね。ということはあそこの商店街は絶対外せれないんですよ。だから美観地区ってもうなかなか色えないんで、はいはい、僕はやはりそこへ流すその動線の美化、うん、商店街を、うん、活性化するような形を持っていったらいいなとは思いますけどね。で歩いていって、まあ、最終的には美観地区に流れていくっていう一つの動線ができればね、はい、例えば駅前から馬車出すとか。ああ、なるほど。なるほど。今美観地区に倉敷の駅から行こうとする方って、うん、あの商店街の中通るんでしょうか、それともあの大きい方 の、 あの表通りというか。表通りですよ ね、 あっちですかね。表通りをもう直線的に歩きますよ ね、 はははは、ね、うん、だから、まあ、商店街にこう何か飲食、まあ、うんうん、倉敷の商店街もう本当シャッターばかりなんで、うんうん、なんかこう若い子を受けするような飲食をこう、ね、県外の飲食店とかを誘致するとか、はいはい、まあ、なんかそういうふうなことを本気でやられた方がいいんですけど、やっぱ前聞いた話は、はい、やっぱりなかなかこう商店街の、方と、うんうん、こうなかなか意見が合わずに、あ、もともとの地権者の方だったりとか、ね、本当にもうシャッターで店舗をもう店辞めてるんだったらもう安く若い子に貸した方が、いや本当そうですよね、本当そうですよね、うん、なんかね、安く借りれてあの駅前の一等地でビジネス試せるんだったらすごいいい、ね、うん、経験にもなるだろうし、うん、この ゆり子さんが言う、うん、これもこの前確か僕もニュースで見たんですけど、まあ、京都がもともと高さ規制とかコンビニの色とかまですごい厳しくしてたのを、うん、やっぱもう中心地の地価が上がりすぎてで住めないみたいな、ちょっと郊外から若干ちょっとこう高さ規制緩和して、まあ、マンションを建てていこうかみたいな話もあるらしいんですけど、うん、そのなんでしょう、経済合理的にそうした方がいいからすべきなのか、うん、それとも町のポリシーとして、いや倉敷はこういく、難しいところですよね。でもこれはなかなか、まあだからこれをするとこれができなかったりとかあるんでね、やっぱりそこをどういうふうにその設計していくかっていうのはすごく難しいと思いますけど、まあ、はっきりと言えるのは、でも今まで通りだったらもう結局進化って多分ないと思う、はい、何か変える必要は絶対にある。そうそうそう、そうですね、うん、商店街確かに、でもあれですね、チャレンジショップじゃないですけど、もっとなんかね、若い子とか学生が期間限定店舗みたいなので開放してもね、面白そうですよね、やっぱり、うん、もったいないですよね。確かにあそこ本当にこうシャッターがね、閉まってるのをよく見かけるんで。で、まつりさんがだからですね、ちっちゃい時はもうあの辺人でごった返してるようなまだ時代もつい最近まであったってことですよね。そうそうそう。で、僕中学の時なんか祭りなんかでもすごかったですからね。はい、ね、土曜夜市なんかでも、はい、天領祭りはもちろんそうなんですけど、はい、まあ、これからね、土曜市が多分今年はスタートするでしょうけど、うんうん、はい、土曜市なんかももう人が歩けないぐらい、へー、そんなにすごかったですよ、商店街とかね。そうなんだ、うん、まあ、できればありのままを生かしながらの魅力創出みたいな方がやっぱり大事、うんうん、そうですね、と僕は思いますけどね。なんかどこもでもね、全国つつうらうら駅前の景色が一緒になってきちゃってますもんね、やっぱりあんまり再開発ばっかりしてたらね、確かに、うんうんうん、はい、
なんか美観地区なんかでも倉敷川が、ま、通ってるんで、はいはい、まあそこでなんか灯籠流し的なものをね、なんか毎年のあれでやろうかなって僕ちょっと思ったことがあるんですけど、お素敵です、はい、まあ、これもなかなか難しいんですよね。あ、そうなんですか。灯籠流してじゃあそれどうするの、あ、多分どこかでネット張るかなんかでせき止めて回収しないとみたいな、そういう、まあ、いろんなそのことがね、あったりとかでね。だけど、まあ、何かしらやっぱり人が集まるものを定期開催することは僕大事だなと思いますけどね。なるほど、イベントですね。ありがとうございます。はい、じゃあ2人目参ります。岡山市50代三郎さん、会社役員の方です。勤め先の創業社長が90歳を超え、ご葬儀のことも考えなければならない時期となっています。会社の規模は従業員12名程度の小さな会社なのですが、社葬というものをすべきなのか、社員数名でこの前話に上がったのですが、社葬を行うにはどのような場合なのか、ケーススタディを教えていただけるとありがたく存じます。よろしくお願いします。お、今噛んだ、え、バレました。車掌って言った、車掌車掌って言った、それ電車、ね、電車の人ちょっと意地悪くないですか今の車掌というものをすべきなのか、すごい言われた、すべきじゃない、慣れない、めちゃくちゃ ごまかしたはずだったんですけどね。いや、完全車掌っていうの、失礼しました。車掌をどうするべきか、ね、はい、まあそれはどうでしょうかね。やっぱまあ社員の数はあんま関係ないんですよね。別に、はい、関係ないんですか。関係ないですよ別に。そのある程度の規模がっていうイメージが、例えばこう数名だから車窓しないとかじゃないですよね、はい、それ、うん、え、車窓っていうのはよく言うお別れの会みたいなものとはまた違うんですか。2パターンあって、はいはい、例えば何々家、はい、何々家と株式会社何々の合同葬、はい、合同車窓みたいなやつを1回で終わらす、はい、パターンと、はい、それから、まあ、大体よくあるパターンっていうのは、はい、じゃあ亡くなって創業者とか、まあ、社長とか会長が亡くなって、はい、亡くなった通常通りの葬儀を2日間でやる、うんうんうん、それはもう完全密葬で、うんうん、外部はもう呼ばない、はい、でそれで終わらして1ヶ月後ぐらいにまた会場をどこか決めて、うん、あ、なるほど、まあ、葬祭式場とか、まあ、最近多いのは例えば岡山市内のとか、うん、あるいは倉敷市内のホテルですよね。でそのお別れ会みたいな形の車葬をする、はい、でそれはもちろんお供え物ももちろん受けるし、うんうんうん、まあ、受けない場合もあるんですけど、はい、回想にも来ていただくっていう流れですよね。なるほど、うん、あ、じゃあよくお別れ会みたいなものも形としては実は車窓というものもあるってことですね。そうそうそう、形実はだからそれはお別れ会というふうに言ってるだけで、うんうん、まあ、要するに車窓です、ね、要するに車窓なんだ。会社、なるほど、会社葬ですから、なるほど、会社が取り仕切ってやってますから。なるほど、そうですね。だから別にその人数の定義とか車窓がこうなのだっていうその定義は別にないです、ね、それは。あ、会社としてそういう会を催すかどうかだけの判断なんですね。でもじゃあ結構最近主流なのはさっきおっしゃったように、うん、まあ、密葬というかご家族だけでのご葬儀を済まされてから1ヶ月後ぐらいにそういうちょっとパブリックなお別れの会、お骨だけで、はい、なるほど、はい、なるほど、なるほど、ね、じゃあ多分質問者の方はあれですね、ひょっとしたら車葬っていうのがものすごい、うんうん、ね、たまに見るああいうものを僕たちもやらなきゃいけないんだろうかというイメージが先行してるのかもしれないですね、うん、ひょっとしたら。だから別にその社員の人数関係ないですよね、はい、その会葬に来る方をお迎えするわけですから、うんうん、ホストとして、はい、ホスト役としてお迎えするわけですから、はい、まあ、どこまで言ってもやっぱり亡くなったその方が主役なんで、はい、その方がやっぱり会社をその創業してそのこれだけのまあ功績を残した方が亡くなるから会社で創業取り行うっていう流れですから、うん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 、だからまあ会社のその社員の人数は関係ないですよね。なるほど、うん、まあでも創業社長さんが90だからそれはお知り合いの方もたくさんねいらっしゃるだろうし、うん、なんかやった方がいい感じがなんとなくはしますね、うんうん、結構多いんですか、でも車掌される会社さんっていうのは数でいうと。そうですね、多いですね。基本ある程度の会社さん歴史とか人数とかがそれなりになってきたら、うん、まあやろうかという人が多い、うん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 、そうですね。だから
まあそうどういう形にするかはあれですけど、はい、やっぱりその方に対しての、はい、まあ敬意というか、まあ、そういろんな思いの中で執り行うので、結構多いですよね。なるほど。じゃあもうね、三郎さんも規模とかじゃなくて、そうですね、まあ、ね創業、まあ、とかまだご存命なんだったら、うんうん、お伺いした方がいいですよね、ご本人にやるかやらないかって。でもまあ会社されてたらやっぱりそれなりに、先ほどもね今話してたけど、うん、付き合いがやっぱたくさんあるので、ね、だから亡くなって次の日に葬儀のこう、はい、葬儀者といろいろとこう、はい、打ち合わせをして、その日の晩に通夜して、その次の日に告別式をする流れで、はい、そこに不法通知を流して回送者に来てもらうと、もうとんでもないことになるわけですよ。そうですね、とんでもないですね。そうだからとにかく その通常の葬儀の時はもう身内だけで執り行うっていうケースが多いですね。なるほど。で、う、す、ん、まあでもそうせざるを得ないですよね。うん、そらなんか LINE グループに流してみんな次が来てくれるんだったらあれだけど、そんなことないですもんね。うんうん、まあ、皆さん ねそれぞれご予定もあるし。なるほど。うん、いや、ありがとうございます。そっちの方がまあ回送者の方たちも来やすいですよね。そうですね。本当に1時間、あ、1ヶ月後ぐらいに準備して逆算していって、うん、それで。あのいろいろその案内の通知とか流すので、うん、はい、なるほど、うん、いやちょっとね、ぜひご参考にしていただいてね、はい、ご相談いただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。それでは3人目参ります。倉敷市30代夏までにさん、主婦の方。普通のジムに通うかパーソナルの方がいいのか悩んでいます、うん、井上さんの経営者としての視点とユーザーとしての視点からアドバイスもらえると嬉しいです。ちなみにプロポーションを引き締めたいだけなので筋骨隆々にしたいわけではありません、うん、なるほど、という夏までに。そうですね、はい、まあパーソナルの方が早いでしょうね。成果が出るのがやるので、パーソナルはやっぱり完全貸し切りで、うんうん、マンツーマンで、まあ、チケット制で、はい、ワンセッションを1時間ぐらいでやっていくんで、うんうんうん、やっぱり自分自身でトレーニングしても限界超えれないんですよね、うん、だからやっぱり心の中で、まあ、今日はこのぐらいでいいかとかってなるわけですよ、うん、だから僕は近道は絶対的にパーソナルですね、うん、で、まあ、例えば週に2回、一番いいのは週に1回か、まあ、2回ぐらいですね、はい、週に2回パーソナルに通って、はい、で次の週までの空いた時間に例えばフィットネスジムに行って、うんうんうん、有酸素運動したりとか、まあ、ちょっとしたこう軽めのトレーニングをしたりとかいうのが一番ベストです。で筋肉ってやっぱその、速筋と遅筋っていう筋肉で2種類ある。速筋と遅筋、まあ、速筋っていうのはもうその、はい、力こうですよね。遅筋っていうのは遅れる筋肉なんで、はい、持久筋なんですよ、持久力。で男性は速筋が発達してて、女性は遅筋っていう持久筋が発達してるんですね、はいはい、だから力こぶがなかなか出ない、はいはい、だけどその代わり持久力がある。へー。だから女性ももちろんその筋骨隆々にできるんですけど、はいはい、男性以上に努力しないとできないんですよ。だから一番綺麗なこうなんていうかな、筋肉が大きくならずに、はい、シュッとした体を引き締めて作るんであれば、はい、その遅筋っていう筋肉をトレーニングする、うんうん、それはどういうことかっていうと、軽い重量の高回数で発達する筋肉なんで、で速筋っていう力こぶの筋肉は逆に高重量の要するに低回数なるほどで、成長するんで、なるほど。で遅筋っていうのは、はい、筋肉が大きくならない代わりに、はい、筋密度が増すんですね。筋密度が増すから持久力が増してくるんですね。簡単に言うと、短距離走の選手は足がサッカー選手みたいにごついですけど、うんうんうん、長距離走の選手って細いじゃないですか。確かに24時間、あ、24時間じゃないわ、めっちゃ細いです、マラソンの選手とか、うんうん、マラソン選手とか、はい、まあ、そういう選手っていうのは長距離選手っていうのは足が細い、はい、あれは筋密度がすごいんですよ。なるほど。だから走れる。だから女性ってのはどっちかっていうと、そういう遅筋のトレーニングをした方がいいし、綺麗な体になるんですよ、うんうん、だからそういうのもなかなかその自分でフィットネス契約してフィットネスに通っても24時間ジムに通ってもなかなかできないんで、はい、一番はやっぱパーソナルで基礎を教えてもらう、うんうん、で特にやっぱそのじゃあ
低重量高回数をやればいいのかっていうわけでもなくて、はい、やっぱりそのどこに効かすかっていうことと あとはフォームなんですよね。フォームフォームってすごく大事で、例えば胸のトレーニングだとどこに効かすかとか、腕だったらどういうふうに上げるかとか、なるほど、で足のトレーニングでスクワットだったらどういうふうに腰を下げて上がるかとかっていう、なんかそういうすごくこうなかなかこうトレーナーがつかないとわからないようなこととかあるんです。でそれを間違えると腰をやったり肩をやったり関節をやるんですよね。で結局トレーニング して体を作りたいのに、はい、それが例えば、腰をやったから、うんうん、2,3 ヶ月できなかったとかっていうケースが非常にあるので、だからそれが極力そのやっぱりパーソナルっていうのは少ない。なるほど。じゃあもうないんでやっぱトレーナーがつくから、うん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 、予備知識がないんだったら最初多少高くてもパーソナルにまず通ってみるのがいいかもしれないですね。まあパーソナルたくさんありますからね、うんうん、うちも大高にリアルワークアウト大高店っていうのを、うん、まあ、4月にオープンしたので、うん、まあ、今60分無料体験してますんで、そうそう、もしね時間があればすごい、それはそうリアルワークアウトで、倉敷市ですね、そう検索してもらったら、うん、ネットから予約できるんで、うん、60分の無料体験来ていただいて、うちのスタッフはトレーナー3人優秀なんがいますので、なるほど、一番いいのはそこかなと思いますけどね、うんうん、あれね、高く感じるんですけどね、はい、回数が多いほど安くなるんですよ。うちは48回のコースは1回に換算すると5,500円なんですよ、はい、マッサージ5,000円ぐらいするじゃないですか。そうですね、そんな思うんですね、60分いくと、マッサージもそのぐらいなんで、うんうん、なるほど、だからパーソナルがすごく、でうちの場合は途中で返金とかもできるんで、へ、めちゃめちゃ良心的ですね。そう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 、だから夏までになんでちょうど今ぐらいからは絶対パーソナルがおすすめですよね。うん、でさっきの側近とチキンの話で言ったらあれですね、女性のボディービルダーの方ってもえげつない努力、いあれが一番すごいってことですね。あれは男より努力してますからっていうことですよね。側近がなかなか育たないんで、めっちゃ分かりやすかった、うん、夏までにさん、ぜひちょっとご参考いただいて、はい、できれば大高店をね、ちょっと見ていただけたら、ね、インスタもリアルワークアウト倉敷大高店か、うん、はい、で作ってますんで、はい、まあ、あれでしたらそこフォローしてもらって、うん、メッセージでいろいろ聞いてもらえたら、うちのスタッフが、あ、 DM でも対応してくださると、全然できますね。なるほど、はい、はい、ぜひ参考になさってください、はいはい、ありがとうございます。それでは4人目参ります。倉敷市50代健一さん、会社員の方、地域の街づくりに勤しんできたものです。この前の統一地方選である市議を応援したのですが、いよいよ地方政治の停滞に辟易としてきました。力強いリーダーシップを発揮して、是々非々で本当に向き合って仕事をする地方政治家は絶対に必要だと思います。井上さんは立候補されませんか？スカウトが立候補されませんか？スカウトが来ました。リクエストじゃないんですかね、これは。なかなかね。でも正直言えないですけど、過去何かしそういう話があったことはあるんじゃないですか？結構ありましたね。そうですよね。それは今でも言われませんか？最近はあんま言われないですけどね。本当ですか？まあ、結構僕の周り政治家の先生多いんで、はい、若い時から選挙応援してきたりとか、まあ、選対部長でやったりとか、ね、今回の県議選もね、はい、とお手伝いしたりしたんですけどね、うんうんうん、この健一さんは多分 なんかちょっと裏切られたんでしょうね。多分応援したみたいな、何かに怒りを、何か嫌だったんでしょうね。そうですね。でもまあほとんどがやっぱり長いものに巻かれるんでね、政治家って、ね、あ、まあまあ、すごい重い言葉ですね、実感がこもってる。いやいや だってそのね、公約とかなんか選挙前になるとこうやるんですって熱いことを言ってても、うんうん、はい、結果バッチつけたらそれできてるのってのはほとんどできてない。そうですね、うん、だからまあ難しいのかなと思いますけど、まあでも本当に自分のバッチをいつでも外して戦えるようなやっぱり政治家が出てこないと、そうですね、なかなか
本当もう商売になってますよね。いやなんか就職するように立候補ねしてますね。なんかだから僕ボランティアでいいと思います政治家。税金でそれそうするからそうなるだけであって。うんうんうん、葵町どこの県だったかな、なんか東北かどっかに多分日当制でやってるね、多分地方議会とかもあったりもするんで、うん、なんかそういうのが議会に行った日だけ、そうそう行った日だけギャランティーが発生するみたいなところも。あったりはするのでやりようなんでしょうけど、そうですね、うん、僕あの朝口の今回まあ引退ねあの しましたけど、はい、数年前にあの竹本先生って、はい、あの朝口市議会議員の大好きな政治家の一人なんですけど、はいはい、あの元、あこの寄島の町長ですね。ああ寄島、そうそう、で寄島朝口市朝口と合併するみたいなあの、はい、あれがあった時に、はい、自分のバッジを外して戦ったんですよ。で結局まあ合併なって、まあ負けたんですけど、うんうんうん、僕そういうなんか心意気がすごく好きで、うんうん、まあ、今でもお付き合いさせてもらってる、うんうん、息子さんがね、浅口市議会議員で当選されて今頑張られてるんですよ、ね、僕大好きで、うんうんうん、なかなかそういう人っていないじゃないですか。そうですね、うん、それでずっと飯食っていこうで考えてたらようできないですもんね。それは確かに、本当にそういうことがねやっぱできる人が本当だと思いますね。なるほど、うん、なるほど、どうでしょうか、まあ、井上さんは立候補されませんか。しないですけどしないですけど、まあ、ちょっと極端すぎるんで僕は多分。でも松井さん どっかで何かのエンジンがかかったらこの先まで人生長いので、ひょっとしたらなんかそういう気持ちになることもあるかもしれないですよね。でも、まあ、ゼロじゃないけど、まあでも、うん、僕はないかな、でも、まあ、よりは違う部分で貢献していった方がいいと、ね、なるほど、また気持ちが変わったらちょっと教えてください、はい、ぜひあの僕らのあの鉢巻き巻いてからちゃんと車に乗り込んで誰よりも手を振るんで、僕すいません、じゃあ最後の方参ります、はい、茨城市30代亮太さん、会社員、茨城でデニム関係の仕事についています。倉敷小島の方が産地としての知名度が高く、茨城の産地としてのプレゼンスを高めたいと考えているのですが、倉敷の方の茨城に対する目線も気になっています。井上さんのご所見をお聞かせください。なんかですね、茨城の方がちょっと存在感小島に比べて薄いんじゃないかっていう、うん、そうです、はい、確かにデニムといえばやっぱり小島みたいなイメージがありますもんね。どうしても確かに、うん、どうですね、倉敷市民としてはなんかどういう感覚まあでも茨城はあんまり意識されたことは、まあ、多分これ、ご所見を聞かせてくださいだからなんかあれですね、多分茨城のデニムが小島にこう存在感で上で追いつくにはなんかないでしょうかっていう多分意味合いも込められてるような気がします。発信のやり方じゃないですか、やっぱりね、そういう街を挙げての発信のやり方かなと思いますけどね。小島繊維祭とかももうだいぶ長いこと続いてますもんね。そう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 、あれもやっぱり ね、お祭りごとも。あれいつぐらいからなんですかね、倉敷デニムみたいな感じのなったのって、小島デニムみたいな。でももう 2,30 年以上、30年ぐらいになるんじゃない、ひょっとしたら、多分、うん、なるけど、はい、すごくこう新しく発信をこうして、はい、知名度をぐっと上げていったのっていうのはそんなに古くはないと思います、うんうん、なんか例えばトンネルのところにこうなんかデニムのあれをしたりとか、何ジーンズストリーとか、ね、うんうんうん、ああいうの作ったりとか、今小島駅の中もデニムの自販機とかね、なんかデニムタクシーとかいろんなやつやってますからね。まあ、そういうことをやっぱ街上げてやらないと、人が来ないとなかなかそういうことしてもなるほど、あれなんでね、うん、人が来るようなやっぱ仕掛けをやっていかないとなかなか茨城行くことってないじゃないですか。そうですね、確かに、しかもなんか茨城市が市としてデニムって言ってるのはあんまり聞いたことないかな、イメージがないです。やってるのかもしれないけど、ちょっとあんまり印象がそんな強くはないかもしれないね、小島に。行政ももうちょっと力借りて、行政の力も借りてやっぱやらないと難しいなと思いますけど、ね、あれがありますよね、馬の焼肉屋がありますよね、専門店。馬肉、馬肉、馬の焼肉屋、馬からおてなんですけどね、僕食べに行ったことないけど。あ、そうなんですか。なんか珍しいじゃないですか、だいぶ珍しい。そういうの知らないでしょ、はい、知らないです。もっと発信したらいいのかなと思う、ね、本当ですよね。なるほど、まあね、何事も発信ですね、うん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 、ちなみにでも僕一番今ふと思ったんですけど、まつりさんがデニムジーパン履いてるの見たことがないですけど、履いたりするんですか。
本当だ。確かに最近はないかも。あ、でも昔は結構履いてたんですか。いや持ってますよ今でも。あ、そうなんですか。たくさんありますけどね。履いてました履いてました。へえ。なんか結構たまに倉敷の経営者の方でやっぱあのデニムのスーツをお召しになられる方とかもなんかねいたりとかもしますけど、うん、デニムは10年は履いてないかなと。あ、そうなんですか。10年じゃないわ、そんなにならんか。でも履いてないですね。いや、なんか全然イメージがそういえばないなと思って。でもやっぱ倉敷市民としてなんか松井さんもうちょっとジパン履いてもいいんじゃない。なんかイメージないやん。いや全然、いや、なかったです。見てないからイメージがないだけで、うん、履かれてたらそれはイメージ。じゃあ今度履いてみて。今度だってそれこそね、倉敷市長さんなんかも全身いつもなんかデニムね着てらっしゃったりするから、はい、ちょっと一回見てみたい。なんかスウェットが楽じゃないですかね。まあそうですね、うん、デニムのなんかに見えるスウェットとかあるじゃないですか、なんか最近。あ、それは持ってる。それ持ってる。それも持ってる。本当ですか。プリントしたやつ、ね、プリントしたやつ、あ、はいはい、ある。それは今でも履く。あ、そうなんです、うん、行きましょう。それでなんか、うん、もう倉敷といえばもう井上祭りなんかデニムをなんかもうちょっとこう押し上げてもらえる。ちょっと個人的にちょっと一回見てみたい。なんか次うちの本であのスナップの企画があったらちょっと松井さんデニムですごい嫌そうな顔した。いやでも今ちょっと履けれんかもな。めっちゃ嫌そうな顔した。松井さんのGパンGジャンのデニムオンデニムとかなんかちょっと新鮮な感じがしますけどね。なんかアメカジな感じ、うん、なるほど、なるほどね。すいません、ちょっと超絶余談でした。ちょっと今度楽しみにしてるんで、はい、よろしくお願いします、うん、あれそれこそ小島のなんかデニムいろいろ企業あるじゃないですか、はいはいはい、なんかイタリアの方の有名なブランドとかも提携したりしてますよ、うんうんうん、やってますやってます。でイバラってそういうのないんですかね。いやイバラもありますね。あの名前出したらあれですけどなんとかビトンみたいな、なんとかビトンって言ったらもう全部やった方がいいけど、いやそういうのもっとなんかこう、はい、発信したらいいのね、うん、なんかあれね難しいみたいですよ。あのその工場の生地とかがこのブランドで使われてるっていうのはあんまり表だって言っちゃいけない。そうなんだ。だから結構でも聞いたらもうびっくりするようなところの高級メゾンをだいぶやってた。イバラの方が多いかもしれないです、ひょっとしたら。あ、そういう系で言うと高級メゾン系はひょっとしたら。へえ、はい、すごいですね。でも、うん、言えないですよね。なんか道の駅みたいなところであのルイ・ヴィトンと同じ生地で作った自慢ですって書いてあったらなんか怪しいですね。ちょっと怪しいですね。ちょっと怪しいですよね。なんか確かにね、難しいところですけど。いや、うん、発信を、はい、松井さんのちょっとデニム姿に期待しましょう。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、モアステージ岡山へのお便りメッセージは岡山ボイスブロードキャスティングのホームページ、インスタグラムからお寄せいただければと思います。松井さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。モアステージ岡山、岡山ボイスブロードキャスティング。